あとは2だよね。あのあとなんだっけ。あと総本社。よし。あと何もせず入国しよう。アタリアのスタッフ、うん、そして今日のラッキーナンバーの4箇所はい、向かいます。まずは土葬本社、うん、こちらです。入ってみてください。そしてアニダヤ、はい、ここです。アニダヤか。そしてスーパーミヤさん、どこですか、うん、はい、そう、アニダヤ。あとね、もう一つはちょっと見えないんだな、みんなには。入り口出たところにある夜逃げ屋さん、やっぱり4人やの。さて、これで勝てなきゃ反則ですよ。ハガキと一緒忘れるの。お前、はい、ということで、この何だろう、やっぱ多いな。10万人ぐらいなの。勝てる勝てる。もう死んでも勝てよ。最年長チャンピオンやね。俺が勝てば逆転だけど、今んとこあいつは最年長チャンピオンになるんだ。16名、はい、本日これだけの会場に皆さん来ている中、16名の人がこの条件をクリアしてくれました。まあ、しかし、そんなことぐらいで天外チャンピオンになれると思ったら大間違いだ。そうなの。まだまだこれからね、ちょうど厳しい難関があるんでした。はい、ということでね、これから先チャンピオンを絞っていくためには条件を出してもらいたいと思いますので、ね、大丈夫だ。はいよ、まず一つ目の条件、俺様に投票して全員で。ほとんど全員だね。その人間だけが残りかな。うん、入れてないやつ手挙げて。申し訳ない。3人か。申し訳ない。ほとんど歌舞伎で。っていうか、入れてないやつはもう分かってんだよ。情報流れてるやつは歌舞伎、うん。っていうか、入れてないやつは来てないよ。すごくいっぱいいる。ここまで残ってくれた。まだまだ。やっぱりね、チャンピオンですから、もうちょっと進歩したいですよね。何か条件を。まだ何が条件だ。今日のラッキーアイテムやな。硬いし。硬いし、もっとやつ。あ、少なかった。よし、いいぞ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 、よし、よし、一気に減ったぞ。5人ぐらいになったよ。けど、これでステージ上げる前にもう一回あるでしょ。社長、動け。社長、社長、どこだ。結構でもいるね。あ、社長、動いてくれ。社長、硬い意志を持っている人は何人。よし、動いた動いた。社長が動いた。本当だ。初中見舞い。社長、初中見舞い。これで勝てるんじゃんか、一気に。チェック入ってますね。さあ、何名ですか。5人まで参りました。じゃあここで一応皆さんに拍手もらいましょうか。一回みんな拍手。一回みんなってことは、いや、来る来る。チャンピオンですから。そうなんだ、まだ甘いだった。今日は郵便局の張り紙を見て、初中見舞いを持っているものだけが、あ、二人か。正解です。二人いたか。二人か。初中。二人や。侮れないなことだよ。もし勝てよ。勝てよ。もう一騎打ちやで。これで負けたら男じゃない。いやでもちょっと私だけ走ってる人を見かけたので、すいません。あんな取れないな、俺でさえ知らなかったよ。なんか薄れしてたの、私だけ。そうか、分かった。ということで3人。3人か。3人残りましたよ。やるな。かぶりの家に送ったやつだけど。どうだからやな。なんか沼。でもせっかく天外チャンピオンですから。そうだな、3人だから一回ちょっと席に上がってもらって。じゃあ行きましょう。持ち物じゃないんですか。え、持ち物じゃないんですか。ないみたいな。ヘクターでもないみたいな。天外チャンピオンはただ一人。分かった。そのためには私とジャンケンして勝った人間だけがチャンピオンに選ばれると。3人のうち誰かがチャンピオンですからね。いくぞ、せーの、ジャンケンポン。やったやったやった。やったよ。おめでとう。やったよ。でも天外チャンピオンは
ましたよ。君のお兄さんがさ、君を持ってきてくれたよ。